本質っていう言葉を前に掲げてる人たちがそれ出ちゃったらカッコつかねえでしょっていうのは俺は正直思ってるわけ。何を思って格付けしてんだよって思うわけ。マジで怒られるよねこれ多分。いや、いいですか。今日はね、その荒井とも言ってたんですよね、あのその話触れるみたいな。自分から言っちゃってね。スクショしちゃってますから。その内田さんのストーリー。いやでも俺もでも去年から別に知ってたんで。いやもちろんね。で今日の対談も見てるのも、ストーリーも見てるのも知ってましたし。でも僕もなんかその、まあ、ビジネスなの知ってるんで。いやそうそうそう。まあある意味利用しようと思ってるぐらいなんですけど。うん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 、そうわかるよ。そうビジネスなんだよね。だからとはいえ、まあここに乗っかっといた方がまあいいよねっていうさ。まあ、純粋に本当に嬉しいという人ももちろんいると思うし、はいはいはい、俺は美容師さんをディスることは一切ないんだけど、はいはいはい、まあ、仕組みがってじゃあそれ本質ですかっていう、はいはい、じゃあ本質っていう言葉を前に掲げてる人たちがそれ出ちゃったらカッコつかねえでしょっていうのは俺は正直思ってるわけ。ごめんね。いや俺あんまメンタル強いんで、内田さんのスタンスも知ってるし、まあ、本当に一理どころか、そうそうそう、ごめんね、負い目が感じてる。俺マジで怒られるよね、これ多分。いやでもストーリーで言ってますし。まあね、まあね、ゆさんとかもツイッターで言ってるじゃないですか。ああ、まあね、まあね。いやだから、ゆさんとかも出てんじゃねえかと思うし。いやだから俺ね、あのストーリーした時いろんな人から DM 来ましたよ。ああ、わかりますみたいな。いやお前出てんじゃんって思ってる、正直。出てるやつが言うんじゃねえよって正直ちょっと思ってる部分があるよ。だったら断れや。だって実際断ってる人もいるからね、いっぱい。いますいますいます、うん、俺も断ってるしさ。だからそういう意味でさ、だから何を思って格付けしてんだよって思うわけ。そうだけど。でも評価基準をもうちょい出してほしいですよね。いやそうなんだ。だから正当な、はい、正当な評価基準のもとに、はい、みんながちゃんと可視化して分かるような評価基準のもとにやるんだったら分かるよ。まだ分かる。でももちろん俺も、あ、この人は間違いない三つ星だな、はい、いやおめえは違えだなってあるわけ。実際に、はい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 、あるわけよ。ちょっと本当にやめてよ。本当にやめてよこれ。マジで。いやだからそれ本当になんか正直みんなが思ってることじゃん。正直ね。いや俺は突っ張っちゃったけどこうやって。いやでもすごいっす。それ言えないっす。そうそうそう。だからでもそれってじゃあ本質の話するんだったらそうじゃないんですかっていう。もう耳が痛いところじゃないですよ。もう耳取れてます。そうそう。だからもちろんなんかビジネスだからさ、まあ、まあ僕もそれはもちろん分かるよ、ね、だから俺がさそういうことに対してなんかこうなんかお前もうちょっと大人になれよっていうのがさみんなの意見だと思うよ。いやそんなことない。実際にだって反響というかありますもんね、そのストーリーに対しては。まあありましたね。めちゃめちゃ DM 来たんですよね。正直来ました、ね、絶対来るっすよね。来るだけど、だからやっぱりただまあしっかりなんかその美容師さんも、はい、とはいえやっぱり改めて美容ブームを作りたい、はいはいはい、まあ、もちろん最近大事な美容ブームも、まあ、まあドラマがあり、はい、まあ、いろんなこうさいろんなこうその本質とはちょっとやり方が違うけど、うん、実際フックアップされたような、はい、事実を作ったって意味では俺はそういうことも絶対必要だと思う、はいはい、だって麻生太郎を呼ぶなんて本当すごいことでしょ。確かに。だからそこに対するやっぱりなんて言うんだろうな、みんなの思いっていうのはもちろんあると思うね、はい、だからこそ本当にちゃんと真剣にやろうよって思うわけ。だったらじゃあが始まりだったらが全体に声かけて、まあ、まあガモにも、まあ、菊屋にもダリアにもちゃんとこう話通して、はいはい、じゃあみんなでバックアップしてってやりましょうよって言ってほしかった俺は。それおもろいですよね。そうなったら本当にそうなのよ。だって本来そうあるべきじゃん。確かに、うん、だからそこをやっぱりなんかさ外の人とかじゃあ美容学生とか見て勘違いしちゃうのは。いやそれがよくないですよね。結局遠回りだよそれって、はい。で何やかんやも知ってる人は回るじゃないですか噂で。そうあそこはあの商材取ってるから、ね、そうそうそう。だって同じサロンから何人もボンボン出てておかしいじゃん。普通にさ何基準なわけよ。一人も選ばれないサロンがあるのに同じサロンから何人も選ばれてるってどんだけ忖度あるんですかみたいな。なんなら僕もそのフリーランスで入ったんでよく分かんないですし、うん、だから本当評価基準まあ、明確にしてくれた方がなんか逆にみんな頑張るんですよね。そうだよね、はい、だからそこに対してはやっぱりフェアで絶対あるべきだなと思うし、それが結局やっぱ美容の本当にかっこいい人たちを生むやっぱ一つのなんか本当に大事なことだと思うんだよね俺はね、うん、
だから俺は、俺もさ、大人げないなと思って、あのストーリーしたの。いやいやいや、内田さんっぽいなと思って。俺も言われたし、なんか内田さんっぽい、とんがってますねみたいな。ちゃちゃ入れられたけど、でも俺があそこでだんまり決めて、はいはい、ちょっと違いますよね。そうそうそう、でも俺があって言うことに対して、うん、あって思ってくれたらいいなっていう、うん、いや絶対その指示はいますからね。そう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 。でもどう思ってんのそれに対して。ちょっと逆だから僕もだから逆に俺だけじゃなくて本音言ってよマジで。本音突きつけてよマジで。神カリスマでいうと、その僕はもともと美容師向けの発信してたんで、別になんかその選ばれる選ばれないとか、うんうん、いい悪いどうこうに全く関係ないものとして見てたんで、通知届くんじゃないですか。でちょっとテンション上がっちゃったね。いやまあ実際ね、ちょっとテンション実際ね、はい、じゃあ今日初めて、その時初めて50万分のいくつだからね。っていういい見せ方もしてくれるじゃないですか。でも大体まあその内田さんとか賛否両論あるっていうのはもちろん聞いてて、もう僕も見てましたし、まあ嬉しいのもありますけど、やっぱその周りの人が喜んでくれたり、もちろんね、まあそれこそお客さんに喜んでもらったり、それでなんか例えばあこの人指名しててよかったって、例えばお客さんが思ってくれたらまあ良いかなっていうぐらいで、逆にその僕はあんまりディーラーさんメーカーさんの付き合い本当になくって、あるっちゃあるんですけど、そこまでこうしっかり特定のメーカーさんとディーラーさんとっていうわけじゃないんで、割と僕自身はなんかある意味フラットな感じで、まあやってくれるんだったらぐらいな感じのテンションでありましたけど、いや言葉選んでんじゃんマジで。いや俺ね、第1回目にそれこそさ、もう超重鎮の人が星1だったりとかしてたの、はいはい、なるほど。いや俺がどうこうじゃない、俺がどうこうで、はいはい、俺はちょっと怒ったわけじゃなくて、はいはいはい、俺がリスペクトしてる人たち、時代を作ってきた人たちに対して、はいはい、星1はねえだろ。なるほどなるほど。あそこがそう降ってたで、なんなら今回も、まあ、俺の師匠がさ、はいはいはい、で俺の師匠は言ってたけどさ、はいはい、俺の師匠は言ってたけど、俺の師匠は星5だぞって思うわけよ、はいはい、俺はそうじゃん。だからてめえ何様のつもりで星つけてんだよって思うわけ。俺はね、正直、はいはい、誰かにとっての星っていうのは、うん、主観の問題だから、はいはい、それストーリーに書いてあってもう刺さりましたけどね。そう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 。だからそういうことをなんかあくまでね、本当に例えば俺はさ、レースは好きなの。あーレースは好きだよ。評価されることは好きだし、はいはい、選ばれることは俺も好き、はいはいはい、けどやっぱりそれは誰がどう見ても、うん、あこれはチャンピオンだな、はい、これは評価されるべきなっていうのを叩きつけてなるべきだと思うよ。なるほどなるほど。だってスポーツもそうじゃん、全部勝負だよねその場の。だから番狂わせがあるから、だから面白いし感動があるじゃん、実力勝負というか。そう、はい、でもなんかよくわかんないふわっとしたものに評価がついても何も感動はないわけ。うん。だったらてめえ俺とタイマン張れよって思うし。マジで。もう星の人たちに言ってください。いや、これあくまで星の人をディスっては全くないです。全くないです。全くないです。本当にそう。そのシステムに俺は疑問を投げかけてる。だから本当もう評価基準ですよ。全部全部の商品の本源が。そうなんだって、売り上げ開示してないもん誰も。そうですよね。そうだよね。はい。だからもう何をもって選ばれたか。新規受け付けてない人もいるんだからいっぱい。そうですよね。あ、じゃあ確実にお客さんとして行ってないよねそれって。はい、経営者と半々の方もいますし、そう、そうなの、経営者の方もいますし、そうなの。何をもってどこにどうポイントがついて星1なんですか、星2なんですか、星3なんですかって思うわけ。確か。いやそこをやっぱり開示するべきだよね。いや本当にそれはもう絶対必要ですよね。そうそう。だから俺は取った人に言ってもらいたい、正直。開示してください。いや取った人が俺は取ってなお疑問を投げかけるべきだよ。確かに確かに。それがやっぱり美容業界を盛り上げることだと思う。確かに。もう全員巻かれてましたからね、うん、そうだから嬉しいですよ。嬉しいですよ。嬉しい。もちろん。もちろん俺だってさ、じゃあ内田さん星さんですよって言われたら嬉しいよ。それは、はい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 、嬉しいよ。けどなんかそこってそれぞれのベクトルだからさ、比べちゃいけないのよ本来は。でただ俺はレースは好き、さっき言ったように、はいはいはい、だからじゃあそこで本当に何か自分の技術、はい、思い、はい、何か功績を自分でプレゼンテーションして、うんうんうん、そこに評価がつくのは俺は全然いい。なるほど。確かにそれが一番こうスッキリしますね。そうなの、はい、俺はだから結構さ、俺ヒップホップ好きなんだけど、そのフリースタイルのラップとかのさ、あるじゃん、はいはい、ああいうのも番狂わせが起こるわけ。なるほど。確かに。で実際に
拍手の数でコーツが決まるんだよね、はいはいはい、でもその時ってどんだけ著名人であろうと、はい、もうやっぱり負けるときは負けんの。なるほど。そのなんかスリリングさが面白いわけ。この話やめよう、もう終わらない、終わらない、終わらない、この話。でもやるんだったらそれやりたいですよ。なんか昔ありませんでした、あのカリスマの友達と。ああ、そうそうそう、それこそ俺も出てたしね、ゴッドハンドっていうさ、あの、まあ、それこそさ、あの第1回目の挑戦者は俺だったの。あ、そうなんすか。うん、で、さんさんと俺対決したんですよ、10年前ぐらいか。それは見たことない。そうで、まあ、地上波じゃなくて BS の番組だったんだけどさ、はいはい、まああの見てる人がジャッジメントで、で実際お題、じゃテーマボブですみたいな、で実際こう切って制限時間内に仕上げて、はい、じゃあどっちが可愛かったですか、はいはいはい、っていうのをジャッジ数して、一般の人が見るんです。そうで、なんと第1回目俺が勝っちゃった。絶対そうなるって。え、番組で第1回目で挑戦者勝つとかあると思ったんだけど、福田さんだってもうその時もガチガチのあれですよね。そう、ガチガチだよ。、うん、そっから俺、福田さんに俺目合わせられた。いや、でもそれがリアルじゃん。確かに確かに確かに、そこにドラマがあるし、はい、それが熱狂を生むよね、絶対に。例えば漁師自体の労働単価を上げていく、はい、っていうことに対して、じゃあそれっていうのは完全に母数が多かったら絶対にこのなんていうの、その値段の競争になるよね、その料金の競争になってくる。でもちろん今って特にこうどんどん料金を安く、いい技術を提供していくっていう人もどんどん今増えてる。そうすると本来持ってたみんなが、じゃあこの技術に対してこのぐらいの労働単価で1時間やんなきゃいけないよっていうことが、やっぱりこうついつも合わなくなってくるわけだよね。でそれっていうのはもちろん母数の中で考えたら、実際にまあ働ける、長く働ける人を、はいはい、でもちろんこう潜在的に本当は働きたいけど、うん、なんか労働環境の中で働けないっていう人をフックアップするっていうのはもちろんそれは一方でめちゃくちゃいいことだと思うんだけど、はいはい、でも本来は俺は描写も半分ぐらいになるべきだと思う。なるほどなるほど、うん、だってそうしないと本当に熱量を持って、本当に技術力を持って、本当に美容師の価値を上げることにはやっぱり遠回りになると思うんだよね。だから俺は例えば黒木くんとかもさ、はい、よく言ってるけど、はい、じゃあ労働単価上げていく、はいはいはい、じゃあそのために素晴らしい技術を持って、その分ちゃんとしっかり単価取っていく、俺はそれは正解だと思うんだよね、正直言うと。でもなんか一方でやっぱりそういう風に結局やり方としては、言い方悪いかもしれない、薄利多売で、まあ、ある程度労働環境を一定水準満たして、はい、まあ、そんなに熱量なくてもできるっていう労働環境を作っていくっていうのは、はいはいはい、それとやっぱりどうしても対比してくると思うんだよ。そうですよね。そう、だからそれに対して、じゃあ美容業界結局何を求めてんねんっていう、言ってることみんな結局バラバラやんけっていう話になるわけ。はいはい、そう、だからそこが結局ビジネスっていう観点で言ったら、絶対にそれは別に美味しいと思うよ。はいはいはい、美味しいと思う。まあ、いわゆる低単価の業務委託さん。そう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 、はい、だからそれこそ、まあ、ディアスの北原さんとかもさ、うんうん、そういうところに着手してもちろん大成功してるし、はい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 、やっぱりある一定のその母数をしっかりちゃんとこう労働雇用していくっていうのは、ある種経営者としては正解だと思うけど、じゃあさっき言った本質的な、じゃあ美容師の価値を上げていこうっていうことに対してはやっぱ疑問は残るよね。なるほど。そう、その美容師の価値の定義ですよね。そうだね、うん、そこの定義が多分僕と内田さんで多分ちょっと違うというか、そうだ、ね、別のところに置いてあるっていうところで、うんね、うん、内田さん何かあります、その価値のいわゆる定義っていうか。これはやっぱりその海外がさ、じゃあカットで5万取ります、はいはい、10万取ります、はい、っていうところに対して、結局美容師さんの安売りは絶対にあると思うよ。なるほど。あ、こんなに素晴らしい技術、こんなに素晴らしい接客、はい、こんなに素晴らしい時間のかけ方をしてるのにかかわらず、お客さんがそれに対して価値をやっぱ感じてない。はいはいはい、うん、だからそれってやっぱり結局美容師さんが妥協してる部分じゃん、突っ張れてないの。いや、いいですか、うん、はい、とはいえなんですよね、僕からすると。とはいえ、じゃあカットで5万取れる美容師がどれぐらい作れるか、第一線の方々ほどこうハイパフォーマンスなデザインを作れる必要がない。ただやっぱりなんかそこに対して価値をつけていくっていうことがやっぱり使命だと思うんだよね、はいはいはい、なるほど。いや、でもそれはめっちゃ、まあ、分かる。そう、じゃあ俺の、ね、教えた技術を、はい、じゃあ自分より半額それ以下でやっていいわけがないのよ、絶対に。それは同意。だって学んでるリソースがあるんだから、はい、そこに。